週刊高速道路82号線は、アメリカ合衆国太平洋岸北西部のワシントン州とオレゴン州を通る週刊高速道路。北西部の終点、エレンズバーグで9十号線と、南東部の終点、ハーミストンで84号線と接続しており、全長は 231.07km である。ヤキマやトリシティズを通り、9十号線経由でシアトル、 84号線経由でボイシを連絡している。また、82号線はエレンズバーグ、ユニオンギャップ間がアメリカ国道97号線の、ヤキマトリシティズ間がアメリカ国道12号線の、ケニウィックユマティラ間がアメリカ国道395号線の徴用区間となっている。フレッド・ジー・レッド・文教ワシントン州オレーコン州、テーブル1。 main roots of the white D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways as of December 31 2017 Federal Highway Administration 2018年2月17日閲覧ありがとうございます